ショッス中です。今回はなんとフォートナイトにこちらのクワッドクラッシャーが追加されたというわけでね、こちら並べてるんですけれども、今回のクワッドクラッシャーは2人乗りらしいんでね、こちらね4人乗りだったこちらのねあの ATK と比べると結構小柄なんですよ。で ATK って別にねこうやってこうなんか ATK にこう走りかけても何もなんないんですけども、これね軽いって感じでめっちゃなんかね動くんですよ。これなんかね方向転換できるみたいな、そんな感じなんですけど、どんな感じかちょっとね乗っていきましょうか。右の方にね今ねドライブしてる最中、ほらゲージが出てて、このゲージを使うとこんな感じでねブーストできるというわけですけれども、でもブーストのなんかこのねタイミングっていうのが、そうですね、R1 なので、 R1 というかあのトリガーかな、あれがないですね。これはドリフトがないですね。とりあえずブレーキ、バック、前進、座席変更、終了クラク、まあ、クラクションはこれだけど、まあどんな感じか、破壊せえへんや。すごい、速度はそんな出ないけど、このね建物を突っ切るっていうのはすごくなんだろう、ピンチになった時いいのかな。やっぱ普通の ATK 乗ってみるとどんなもんなんだろう速度。あでもやっぱなんか体感こっちの方が速い気がするな、なんかねそんな気はしますね。やっぱこれ速いですよ。あとこれができるのがねでかいよね、このブーストができるのが。こういう風になんかこういう動きができるのはこれだけなんで、結構素直に当てられそう。あと屋根がないからね、これ屋根がないから普通に撃たれたら速攻なんか死にそうな感じはしますね。これでちょっとあれだな、でもいろいろな街が耕せますね。すごい、あこのブースト使っていけば早いかもしれないな。直線番長ですねこれはね、言ったら。でこんな感じで、おーなるほどね、あそこのラマちゃん破壊してみよう。おいバカいいねこれ、結構楽しいですよ。ですけどね、まあいかんせん直線番長なので、まあこういうなんか入り組んだところとかそういう地形によってはいいかもしれないですね。すげえ、これはでもいいな、なんかもうあストームに追われてるって時にすごい活躍しそう。いいね、これ木とかに普通にぶつかったらどうなるのかな。あでも普通にぶつかったらでもダメージはそこまで入らないから、これはね壊れづらいのかな。消せる、また ATK とは違った面白さがありますね。しかも小柄だからこれはね ATK と比べて小さい路地に入りやすい、これはでかい。飛ぶね、すげえ、これ楽しいな、めっちゃ。まあこんな感じでね、新アイテムというか新乗り物が追加されたので、プラス僕のね後半アップデート情報を、お送りしたいと思うので、引き続きアップデート情報をご覧ください。それではどうぞ。シャスナーカです。今回はフォートナイト最新情報のお話をしていきたいと思います。パッチノートバージョン 6.10 の情報ですね。今回のパッチ情報は、まあ新アイテムといいますか新乗り物ですね、こちらのねクワッドクラッシャーが出てくるよという、そのね詳細が発表されました。こちらはですね、まあ2人までね乗れて、でドライブしてる間はねブーストがチャージされ、このブーストメーターがね溜まって、使ったらそのブーストメーターを使うことによって建物をこうボコボコボコンと突き抜ける、そういう風なねものとなっております。だから常時なんかこうね破壊するわけではなく、ドライブしてる最中にブーストが溜まって、そのブーストゲージを使って建物を破壊するという形のね乗り物となっております。そして、いろいろとね、まあ、プレイヤーも吹き飛ばせるよみたいなねこともね書いてありました。そして、コントローラーメニューの戦闘および建築操作とは別に、操作編集の編集操作の表示や変更ができるようになりました。
プレイステーション4のコントローラーのライトバーがプレイヤーマーカーと同じように光るように、まあそうですね、コントローラーのねこの色がね、あのプレイヤーのマーカーってあれですよね、赤とか青とかってなってたあれがね、あの同じようになるらしいですね。で、オプションメニューでコントローラーの建築モード感度が設定できるようになりました。デフォルトのコントローラー感度の乗数2倍まで増やすことができます。なのでこれ結構ねいいアップデートですよ。建築してる時の感度と自分が武器を持ってる時の感度を別々に分けることができるようになりました。なので今回ねこのアップデートから、まあ僕もね感度一番マックスでやってますけど、やっぱ早いなってね思う場面っていうのがね、まああるとするじゃないですか、皆さんもね。そこでちょっとな、でも建築の方はもっと早くしたいみたいな、くるって回転したりとか、建築の時だけめちゃんこ早くしたいのに、まあそれと同じようにね、あのショットガンの精度が変わってくるってなると困ったなって人たちに向けてのこちらはアップデートですね。これはなかなかいいですね。で、これ以外にもねいろいろと、編集以外にもね、まあ、いろいろとあるんですけれども、オプションコントローラーの、感度がね10以上の値を設定できるようになりました。だから今の値よりももっとはるか上のね感度を設定するように、まあするかなっていうとあれですけども、10以上の高感度にね対応しましたよという話です。でビルダープロのオプションを追加し、最初に建築ピースを選択してから設置する代わりに建築ピースを切り替えてすぐに建築ができるようにしました。これによりプレビューなしでの素早いこの建築が可能になります。これがでかい。あの僕が言ってたじゃないですか、こう例えば壁、階段とか床とか、その種類をね変える時のあの絶妙な間があったと思うんですよ。パッパって建築して床をパッパって床建築して階段ってやろうと思うと、なんかこう床がねえみたいな、階段が出てこねえみたいな、あの間があったと思うんですよ、ビルダープラの人たち。それをなんとなくしてくれましたね。まあなくすオプションですね。これはねマジで僕がちょっと望んでたものがねやっぱまた実現して来るという形でね、非常に嬉しいですね。いやこれによりまたねアクティブなね建築バトルができるんじゃないかなって思いますね。やっぱあの間があるとねやっぱテンポが悪くなっちゃいますから、自分はもうボタンも押してるし視点もその方向を向いてるのに、その間がねこの1秒もないんですけど、この間がどうしても邪魔してた、その部分がねなくなる設定がね出てきたのは、これはめちゃめちゃでかいです。そして長押しのタイミングを調節できるオプションを追加しました。こちら長押しっていうとね、例えば建築の編集だとかそこら辺のねあのタイミングの調整を、変更するオプションがね追加されたということでね、いやこれもねやっぱあれですね、まあ建築の時の編集ってやっぱり皆さんいろいろあったと思うんですけど、それのまあタイミングをね任意のものにすることができる、まあ長押しっていうと、まあでも宝箱とかは多分変わらないと思うんですけど、さすがにね宝箱のタイミングをね早めたらね一瞬で宝箱がポーンって開いちゃいますからね、あのなんか絶妙な間はね多分変わらないと思うんですけど、で、ボタンを離すとコントローラーでエモートピッカーが開き、ボタンを長押しすると最後に表示したエモートをリプレイします。これはねエモートピッカーのこのあれが変わったみたいですね。ボタンを離すと、まあボタン長押しで最後に表示するエモートが表示されて、エモートピッカー開きたいときは、ボタンをね1回押しって感じなんでしょうかね。まあそういう風にエモートのボタンを1つに統合しましたよというお話ですね。これはねだからまああれですね、エモート使ってた人たち、まあエモートまあみんな使うと思うんですけど、そちらのエモートがねより早く素早く切り替えることができましたよと、そういう感じでしょうかね。まあなかなか今回ねまたゲーム内の設定で最適化がね進んでますね。これはなかなかいいですね。で、それ以外にも全ての包帯の出現率が 50% 低下しました。古文の武器は出現しません。おお、あ、これはでもあれか、ディスコドミネーションですね。これディスコドミネーションの、包帯出現、率が変わったと、古文武器はないと
いう形でディスコドミネーションっていうねリスありのルールですね。これはね、個人的に思うのがディスコドミネーションでエイム練習はね結構おすすめだと思います。やっぱ対人戦ってね重要で、やっぱどういう風に戦っていいか分かんないよって人たちはね、そこでまずちょっとね敵を倒す感覚をつかんでいただけたらなって思いますね。なので建築の練習はプレイグラウンドでいくらでもできるんですけど、対人戦の練習はねこちらのディスコドミネーションでねやっていくのもいいかなって僕はね思いますね。これはなかなかいいですね。そして、他にはねパフォーマンス、武器を素早く切り替えている最中に専用サーバーの負荷を軽くよう武器の複製を最適化しましたとか、まあ、パフォーマンスがねまた Nintendo Switch のパフォーマンスも上がりましたよとか、なかなかねパフォーマンスも上がり、そしてオーディオ関連、こちらねビクトリーロイヤルを勝ち取るとロッカーで選択した音楽が流れるようになります。ロッカーでねなんか BGM 選択ができるでしょ、あれが、ビクロイの時に流れるというアップデートが来たみたいですね。でグライダーで降下している際のドップラー効果をオーディオから削除しました。グライダーの降下中は、ドップラー効果がないよと。で、グレネードランチャーの自動推進に空中ループを追加し飛んでくる方向が分かるようになりました。まあこれはあれですね、グレネードランチャーポンって言ったらフィューンって感じの音が鳴るようになったのかな、多分そういうことかだと思います。飛んでくる方向が分かるようになったということでね。でグレネードランチャーのバウンド音を改善しました。コンコロコンってやつですね、コンコロコンが変わったのどう変わったか分かんないけど、まあそんな感じですね。で中距離でのグレネード爆発音量を下げましたと。はい。で不具合は、まあそうですね、いろいろとまあ変えまして、まあなかった音あったりとか、そういう風ななんかまあそんなめちゃめちゃあれですね、音関係のやつなんで、でこんな感じで UE が、UI か UI が Nintendo Switch の、タッチ操作を変えたりだとか、ロッカーでバナーを先行した際トップバーのまあこれもね、スカイダイビング、まあそんなに不具合もねあれですね、素材ボタンでオートダッシュをキャンセルできされなくなりました。 Nintendo Switch やマップのタッチ機能に関する問題を修正しましたみたいな感じでね、まあなかなかあれですね、変えてきて、まあそれ以外はそんなにめちゃくちゃこう変わったってところは、まあ細々とした不具合がねなくなっていきましたよみたいな感じでございます。まあそんな感じでモバイルもね結構ね iOS デバイスでメモリの消費を改善しました。結構やっぱり最適化っていうところにねスイッチモバイル系は行ってますね。パフォーマンスが Android 7以降のデバイスのパフォーマンスをこう改善とかね、そんな感じでね、最初に拾った武器が自動装備されるようになりましたとか、モバイルもまた結構変わったんでね、スマホ勢もなかなかこれは大きいアップデートかもしれません。というわけで今回はこんな感じでフォートナイトアップデート情報でございました。皆さんもねぜひともこちらのもうアップデート結構ね調整するところがね増えたので、また自分に合った設定方法などを模索して、やっぱより快適なねフォートナイトライフ起こっていきましょう。という感じで今回はアップデート情報でした。それでは引き続き僕のプレイをどうぞ。建築してるんだけどこれやばいね。頭をこう一つ一つ考えながらやるっていうこのね真心込めてジャンプしてます。あーこっちか、ちょっと待ってこれ怖いな、なんかあんのかな、ジャンプしてよこれ。あーいる、もう早っ、バレてないかな、バレてるな、バレてない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 、これはバレてない、バレてない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 よちょっとバレてないバレてないでしょ、ねえ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 、バレてないでしょバレてないでしょ、バレてねえだよな、オッケー、もういい、これはチャグチャグ欲しいけどいらない、え、なにこの、あ、こっちがアンチになっていくのか、あ、
やばいやばい、あ、やばいやばい、やばい、ジャンプが、くそ、ジャンプってどうやんだ、くそ難しい、あーやばいよ、あージャンプ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 、頭を使ってジャンプしよう、あージャンプ、いやーきつい、ちょっと待って待って待って待て待て、ジャンプが、あいって、え、見たくない、よっしゃやばいんだけどいやー、というわけでね、今回ね、新スキンで皆さんリクエストってまいりました。本当にジャンプと口では頭、もう口で頭で分かっていても体が動かない、これはどういったことでしょうか。本当にすごいあれだね、ジャンプジャンプとか言ってすげえ、なんかどの視点で物を語ってるのか分かんなかったですけど、まあ今回は GG ですね、ビクロイですね。というわけで鼻噛みます。包帯星見の好きやな、そう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 、なんなんそれ、多分いける、多分結構 OK、 ナイス、よっしゃおっしゃ、取ったぞ。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー